き続きダンサートークゲストはまゆこさんです。よろしくお願いします。前回はですね、はい、YouTube のことについていろいろお伺いしたんですけれども、今回はまゆこさんの幼少期から今のプロダンサーになるまでのこの至りを聞きたいと思います。ダンサールーツ編です。よろしくお願いします。まゆこさんのダンスとの出会いはおいくつの時だったんですか？ダンスとの出会い小学校の時に安室、はい、ちゃんに憧れてかな。テレビ見て真似してたら、なんかお母さんが近所のダンススクール行ってみるかみたいな感じで連れてってくれたんかも。おお、あれダンスやったんかな、体操教室やったんかよく分からんけど、なんか体動かして、なんかあの地域のというか、そうそうそう、近くのなんかそういうダンス教室みたいなところ。そうそうそう、でなんかそこじゃ物足りなくなり、こうどんどんちょっと都会の方に進出していったみたいな感じ。ああ、なるほどなるほど、うん、5年生6年生ぐらい、へえ、まあ、フェーズ強いとこにある多分私のお姉ちゃんがやっぱりみんな安室ちゃんが好きな、なんか大体綺麗なお姉ちゃんはこう、姉ちゃん2個上なんですよ。だから、35歳の年かな。答え、そう、若かったっけ、そんな。まあ、若いと言っていいのか。33歳です、今。うん、ママで、すごいね。一応ママらしいです。こんなんですけど、いいでしょうか。こう綺麗なお姉さんは、なんかこう、安室ちゃんが好きみたいな感じ。で、私ら世代は、こう、スピードとか。あ、でも、わかるよ。でもさ、スピードって3年しか活動してなかったの知ってる？見たことない。3年にしてはさ、思い出濃すぎない？濃い。この間知ってびっくりしたんやけど、あんなにいっぱい思い出あるのに3年だけやねんて。スターっすね、やっぱスター。すごいな、スピードも大好きやった。だからダンスは沖縄アクターズスクールに行かないといけないんだって思ってた世代これ私の世代のあるあるやねんけどダンスやりたい、沖縄行かなあかんねん、なんで私は兵庫県やねん兵庫や、兵庫や、兵庫の人や。挟んでますけど神戸です。お、綺麗な街だし、あの関西人あるあるっていうかさ、何ですか、あの出身どこ神戸って言ったらさ、いや兵庫やんってなる、このこれ関東やったら出身どこ横浜、いや神奈川でしょってなる、このあるあるわかる兵庫県民あるあるやねんけどさ、私で言ったら岸和田っていうのちょっと、うん、そうやフィルターかける、あ、怖がられるかなと思って、逆にそこはフィルターかける関西人見てたらちょっと嫌がられるからでも分かってくれると思います学生時代、中高ともずっとやられて、うんうん、でずっとダンススタジオに通いながらやってたんですかね、うん、そうやね。高校がちょっと宝塚のそういう芸術系のダンスしたり歌ったりみたいな、公立高校ないけど、特殊な高校ですね。そうそう、特殊な高校に行ってたのもあって、そこでもいろいろ学びました。高校を卒業してからは、卒業してからは大学とかは行かずに、行かずにちょっとニューヨーク行ったりしたかな、ちょっとだけやけど。でインストラクターとか、大阪でインストラクターとかしながら編成もされつつ、うん、で、あのまゆこさんとね、私初めてお会いしたっていうか、こうイメージがあるのは、あの栗原めぐみ先生の、はい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 、先生のされてる披露会っていうかね、公演の時にあのダンサーでお互い懐かしい、こう出た時にもう綺麗やし、踊りもすごい魅力的で、あの綺麗な踊り方やけどパッションもあるみたいなので、あのイメージがあります。あの時に一緒のステージにしてもらったっていうのが印象深かったんですけど、ね、あれいくつぐらいの時やっけ、20歳ぐらいかな、そうやな、きっとそれぐらいやね、だったと思います。はい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 。なので結構ジャズダンスがすごい上手なさんだなっていうイメージです。私は結構こうクランプとかね、そうやね、ストリートダンスもすごい好きだったんですけど、それに結構なんか感動したの覚えてるA ネーション、 A ネーション、 A ネーション大好きです。私めっちゃ出てました、めっちゃ出てたでも1回しか被ってないんちゃうかな、1回かぶりかな、そうだと思います。あの時の印象めっちゃあるかましてたもん。あの関西の子たちはやっぱり負けず嫌いな子が多いじゃないですか、うん、私だから A ネーションも好きだから、東京受けたり、うん、あの大阪も受けて、名古屋受けたり、ああいう地方ダンサー募集の時は結構いろんなとこ転々してオーディション受けに行く派なんですけど、大阪のやっぱりダンスオーディションが一番白熱するんですよ。やっぱり負けず嫌いだから、あっちがちなんですよ、あれ誰がサムさんの後ろ誰がするか、そうやな、なんか地方にいるとやっぱりさ、オーディションとかもあんまないし、あれに命かけてた
ダンサー多かったよね。貴重だったんです、うん、なんかあんな大きなスタジアムとか東京だったのレベルのね、あの大きいとこで踊れるっていうのもなかなかなかった。5万人ぐらい入るところやったもんね。そう、何万人入るっていう規模で踊れるのはなかなか貴重だったので、うん、なかった、ね、ああいう企画をだからダンスの先輩がね、そういう TRF さんとか されてるとありがたいなっていう感じでしたよね。こんなステージで踊れるんだっていう。そこも一緒だった。そう、あの時めっちゃ覚えてるわそう、なんか関西の時もなんかイメージ強かったんですけど、あれ東京に行かれたのって2010年。はい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 、あ、もう11年か。東京出て行きたくてうじうじしてたんやけど、はいはいはい、生徒もいたし、オーディションに1個そう受かったのがきっかけで、期間限定で出てきてもよかったんやけど、もうこれがきっかけかなと思ってそのタイミングで行って。オーディションっていうのはどういうオーディションとか聞いていいんですか？あとね、上地雄介さんのライブのダンサーオーディション、たまたま関西にいたんやけど、たまたまなんか回ってきて、で夜行バスで受けに行って、で関西帰ってきて、まあ、普通に過ごしてたら受かりましたって連絡来て、あ、行くかと思って。バックダンサーだ。じゃあバックダンサーで、初めのきっかけじゃあバックダンサーのオーディションだったんですね。そうそうそう、なんか何もないのに出ていく勇気がなくて。はいはいはい、楽しそうですね、上地さんも。あ、楽しかった。横浜スタジアムですか、大きなところで。すごいいきなり大きいとこ立たせてもらって幸せやった。バックダンサーだったんだ。イメージがミュージカルとかに出られてるっていう。ここ何年かはね、強いんですよ。ミュージカルのオーディションなんて、それこそ、はい、何年か出させてもらってるやつとかが初めてかな、あのオーディションとか受けて。もう歌のオーディションがあったんよ。歌なんか歌ったことなかったから、バックダンサー、ダンサーってバックダンサーしかないと思ってなかった。ダンスの仕事って言ったらテレビでこう見る機会も多い仕事ですよね、うん、やっぱり自分がミュージカルなんて縁がないと思ってたら、なんかたまたま歌のオーディションとダンスのオーディションあるからって言われて、初めて、もうどうしていいか分からへん。楽譜とかをわー読まないけど、分からへんくて、歌ったらなんか撮ってもらって、で今に至ります。器用だわえ、でも長いこと出られてるやつもありますよね、うん、ショックは5年ぐらい、うん、2017、18、19、20、21が終わったから5年。わー、今あって、ね、もうミュージカルダンサーさんなんだっていうイメージもあって、で私ミュージカル大好きなんですよ、うんうん、子供の時からああいうライオンキングとか、うんうん、アニーとか見るの大好き で、うん、でそれもあって、あのセーラームーンのねミュージカルがあって、で絶対見たいと思って、セーラームーンも同世代でセーラームーンのメイクするんですけど、ね、セーラームーンのミュージカルも絶対見に行くと思って見に行ったら出てらしてミュージカルの方なんだと思って、その時もすごいお歌歌われてたから、それこそそのショックで歌ってるので、あ、歌もできると、できるってほどじゃないけど歌も歌うんやねってなって、そのセーラームーンの方でも歌わさせてもらって、あれはもう出てるほど緊張してました毎回。だってこんなね、ただのダンサーがね、始まり始まりの歌とね、なんかめでたしめでたしの歌ソロで歌うん声出すってやっぱ緊張しますよね、ダンサーからしたら。なんかあれほんま緊張した。まあ最高の最後まで声出す人やっぱすごいなって思いますよね。間違ったらバレるもんな。なんかさ、ね、ダンスってさ、分かんなくなっても、まあちょっと動いとけばごまかせるっちゃごまかせるやん。なんか合わせ、まあそれがね、うん、長年の経験もあるかもしれないですけど、逆は逆でそう思うかもしれへんな。歌手の方とか、うん、そういう俳優さんとか、うん、まあお笑いの方とかは逆にそのダンスのアドリブがよくわからないっていう感じの、まあ逆ですよね。そうかそうか、私たちは結局そう声を出すって億劫ですよね、結構ね。皮膚とか間違えたらバレるめっちゃ緊張した。ステージ映えするあのダンサーさんなので、もうそのミュージカルもすごいもうキラキラキラって見てたんですけどでも世代のね、私たちからしたら結構光栄やった、うん、票通しゃーって言ったんで、私ステージでいいなー、やばいよな、あれもやりましたから、うらやましい泣きました泣きました。ミュージカルは本当も音楽だけで鳥肌が立つね、ミュージカルですよね、すごいな。今日はここまで。
ダンサーとしての活動大丈夫かなってちょっと不安定なイメージもあったりもすると思うんですけど、どうですか、親御さんは今のご活躍見て。ほんまにでも悩んでんねんな。ダンサーってやっぱいつまでプレイヤーとしてお仕事としてやっていくかってやっぱ難しいことをやった、なるほど、